どこ行くんだ先生。電話をかけに。電話？電話なら病院にもあるぜ。逃げる気だな。何を言ってるんだよ。一旦家へ帰ってまた戻ってくるよ。金もいるだろうし。その前に車見せてもらうぜ。やっぱりそうか。てめえ、兄貴に睡眠薬飲ませてあのガタガタ道走ったな。バカだ。この傷で俺が証拠じゃねえか。少し冷静になったらどうなんだ。降りろ、ぶっ殺してる。ちくしょう。
巻被告おととい、甲府市郊外の佐口峠で乗用車が数十メートルの崖下に転落するという事故がありましたね。事故を起こしたのは川崎市多摩区に住む木島光さんという33歳の高校の先生なんです。幸い一命は取り留めたものの全治6ヶ月の重傷。周囲の景色に気を取られていてハンドルを切り損ねて、それでスリップして崖に飛び出してしまったということなんです。木島さんは A 級ライセンスの持ち主で、運転に関しては1級の腕前だったそうなんですが、脇見運転が明日大変な事故を招いてしまったんですね。ドライバーの皆さん、本当に気をつけてくださいね。さて次は山梨市三ヶ所にお住まいの河野好美さんのリクエストで。姉ちゃんもバカだよな。ちょっとガタガタやられたぐらいで死んじまうなんて。まったく俺もドジだ。先行のやつ殺し損なっちゃうし、何やっても中途半端で嫌になっちゃう。